はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンバーズレッドを始めていきましょう。バージョンは 3.0 に上がって、かつ、なんか声優さんの出るなんか振り返りやってましたよね。予想以上に長いのとやっぱりネタバレがあるんであんまり見てないですけど、なんか第4章の後半のネタバレやってたみたい。あ、6000あるんだ。じゃあ、2回引きますか。うん。これでいきます。あ、ダメっぽい。シャカンユイナが一番良かった。あと東条司も S ですね。お、なんだこれ。星さんが確定か。お、なんだこれ。でかい。これは S 以上確定です。これも S 以上確定。送り見たまですね。何を見てるんでしょうか。そして SS 以上確定。お、夏ですね。東条司だ。うん。どうなんだろうな、彼女は。バフかけるタイプですね。全員の力を引き出しだから。追撃もしてくれるという。まあ、SS、一つ取りました。今、150持ってる。山脇様がいるけど、何がいいんだろうな。スタイルピース。これ何がいいのかわかんないな。これいいか。コインはどうでもいいや。今、山脇様持ってないからな。あ、交換できないんだ、SS と。SS 以外用はないしな。まあ、もう、ストレートにクォーツに変えちゃおう。いや、入れない。使い道がようわからん。これはいらんし。ミッション、あ、終わったっけイベント。いや、まだですね、スコアタックがある。レベルをちょっと上がってますからね。怖い。あ、これはどれぐらいのダメージ与えられるかのゲームなんで。あんまりダメージ食らわんな。どんどんダメージは積み重なっていきます。うん。前効いてない。これでブレイクできない。ああ、惜しかった。30単位以内ですね。ここでブレイク。うん。回復します。何をしようか。あ、あいつ倒さないといけないやつだ。さあ一撃 430% になったが、うん。結構食らいますね。倒した。まあこんなことしてる場合じゃ今はないんで、メインストーリー行きましょう。第2章デイ7から再開です。お、マリン船長。討伐任務を受けてくれるのか。残念だな。気が変わったら教えてくれ。3人いますね。チロル行ってみよう。土色だ。いやと言っても初めて見ましたけどね。そんなことなわけないだろう。軽く肩を叩いただけなのに吹っ飛んでいった。白虎と追いかけっこ行きましょう。白虎はプレイヤーキャラなんで、白虎女の子だもんだですね。こうだけしてますが、白虎じゃん。美少女です。そんなこと言われたって。お、変化。いや、としか聞こえなくて困ってたところ。そうですか。白虎は退屈しているようです。遊んであげてはどうですか。どんな遊びならできるの？一番簡単なのは追いかけっこですね。追いかけるにしても追いかけられるにしても勝ち目なくない。白虎は賢いのでちゃんと手加減してくれます。へえ、すごい。では走ってみてください。おう、遊ぼうぜ白虎。追いつけるものなら追いついてみな。え、これアクションゲームな。本当？じゃあ気を取り直して遊ぼうぜ白虎。追いつけるものなら追いついてみな。逆もいけるんかな。ノー！孤独のランナウェイ。相変わらずスタート地点から微動だにしていない。私嫌われてない。そもそも逃げられずに話しかけられてたじゃないですか。それはある程度は心を開いてくれてるってことなの？はい、見知らぬ人が寄ってくると警戒してその場からいなくなります。なんでそんないけずなの？遊ぼうよ白虎。ごちょごちょ。今です。お、楽しそう。やった、追いかけっこが成立している。感動。一気に仲良くなるなんて本当にすごいです、茅森さん。葵の「今です」のおかげだよ。どういたしまして。クリアですね。まあ白虎は貴重な戦力なんで仲良くしとかないとね。夕飯は美味しいフルコースであってくれ。相変わらず祈りが贅沢すぎるわ。でも見慣れないものが置かれてる。コンロと網焼きプレート。この赤いお肉は焼肉だー。やったー、ほんまテンション上がるわ。自分で焼く焼肉なんて出るのかよ。すげえな。31A が頑張ってるご褒美だよ。相変わらず考えが単細胞で笑えるわね。こっちの食卓にも出ているのよ。その声はワッキー。ワッキー言うな、女性に失礼よ。ということは今日は全員に。なんでだろう。あなたたちちゃんと焼くといいよ。山脇様、種類がいっぱいあって選べないでき。ったく、食べたいものすら自分で決められないの。教えてほしいでき。そうしたいところだけど文子、この山脇にもよくわからないのよ。山脇様にして。ああ、もう見てられねえな。私が教えてやるよ。唐突に何できっか。まず脂っこいのが好きか、それともさっぱりした方が好きか。もちろん脂っこいのでき。それなら野菜だな。うん、野菜は野菜、脂っこさゼロでしょう。確かに。うちの文庫に嘘を教えるんじゃないわよ。ほら、この赤いところ、おそらくカルビを食べておくのよ。さすが山内様でき。うん、ああ、もう焼きすぎよ。ひっくり返すのよ。優しいでき。今が食べときよ。つけるのは醤油だれの方よ。おいしいでき。さすが下も一流の山内様でき。礼なら牧場にいな。じゃあ、あたしらも焼いていこうぜ。って、すでに食べてる。そりゃそうだよ。腹ペコでしたからね。赤身ほとんど食い尽くしてもうたわ。ルカちゃんショック。よーし、バンド活動も再開するぞ。どっちが本文なんだよ。どっちも。せめて人類を救う方にウェイトを置けよ。じゃあ64ぐらいで。すごいバンドやる気だな。楽しいですしね。お前ぐらいだろ。ううん、私も楽しい。そうだったのか。ライブするって緊張感は正直好き。お前もか。うちのエレクトロキネシスの力に応えてくれるこの楽器好きやで。お前もか。あれ、私以外全員やりたいのか。もうユッキーだってやりたいくせに天の邪鬼なんだから。そんなことは決してない。そんな、今日バンマスは正式にユッキーにお願いしようとしてたのに。なんだよそのバンマスって。バンドマスター、バンドをまとめる役。はあ、なんで素人の私が。だってドラムはバンドの屋台骨で、後方からみんなの挙動を見渡せて、それはまさに 31A でいう大黒柱のユキだって思ってたから。あそこまで言われて断れるのかしら。ユキさん、試されてる。くっ、分かったよ。そのバンマスってのやればいいんだろ。やってやるよ。やけ？いや、出れね。ガイアうっさいわ。練習開始するぞ。さすがユッキー、そう来なくっちゃ。もちろん誘う。あ、茅森さん、ちょうど白子とお風呂に入るんです。一緒にどうですか？すごいね、お風呂まで一緒なんだ。近くで見るとでかいね。そうですね、立派な大人ですから。私も洗うの手伝うよ。ありがとうございます。筋肉も硬い。白子も日々鍛えてますから。では流します。水を払うのも大迫力だ。これからもよろしくな、白子。